あるドライブ。山川正雄。本当にこうして二人でドライブに出たのなんて三月ぶりかな。そのくらいね。妻はシートに背を持たせて目をつぶった。窓の近くを流れる濃い緑のせいか、それとも頭痛のためだろうか、心持ちその頬が青白く冴えて見える。その間、日曜日だとか休みの日だとか言えば、あなたは欠かさずゴルフだったわ。よく飽きなかったこと。子供でもいりゃ気が紛れたんだ。あら、もともとその子供代わりに無理してこの車を買ったんじゃない？1年前。そうだったね。だが、それがとんでもないことになっちまって。とんでもないこと？うん。夫は一瞬の間を置き、ゆっくりと苦く笑った。たった5万円だって言うんで飛びついたんだが、ゴダッシュの会社だろ？税金は高いし、ガソリンは食うし、修理代はかかるし。そうね。買い替えたら？一時はそう思ったよ。どうせなら、かっこいい国産の中型車でもって。でも、君は左ハンドルの方がいいんだろ？国産のだって、左ハンドルはあるわよ。輸出向きのだとか、外人用のだとか。へえ、そうだったの。じゃあ、そうしてもよかったんだな。しかし車は支障なく走っていた。次第に山は深くなって、凝結した血のような野生のハゲイトウが、ところどころに赤い色を輝かせて、窓の外を後ろへと飛び去る。この車が、いけないんだ。不意に夫が言い、妻は笑い出した。じゃあ、早く売りなさいよ。そんなに尺に触るのなら。売るもんか。と、原価に夫は答えた。売ったって、せいぜいやはり3、4万だ。後の金は捨て金になっちゃう。いや、計算したら、もっとひどいマイナスにしかならない。金利のこと？そろそろ車検も必要よ。妻は、笑い声をさらに大きくした。ケチねえ、あなたって、本当に。使ったお金ぐらい、自家用車の気分を楽しんだ費用だと思えばいいじゃないの。ケチって言うんじゃないんだ。ただ、もっと有利な処理を考えているのさ。夫は真面目な声で言った。僕は、一旦自分のものにしたやつは、おいそれとは手放したくないんだ。よっぽど有利な保証でもない限りは、面白くないのさ。ふと、妻は黙った。一台の国産車が追い抜き、みるみるそれが小さくなる。それに、やはり情も映っている。買いたての頃は、よく君とドライブをしたね。箱根、三浦半島、房総、伊豆、日光。交代でハンドルを握って。そう。こっちには一度も来なかったな。それが、今度はだんだんゴルフに凝り始めて。妻は無表情な声で言った。はじめは景品も必ず持って帰ってきて私にくれたのに、この春頃からはさっぱり。
景品も、私へのお土産も、一つも持って帰ってこなくなった。いくらお仕事かもしれないけど、私、まるで忘れられてるみたい。そう、春だっけね、あれは。まだ、この辺の山に桜の花が残っていたっけ。え？こっちに来たことあったの？妻は不意に夫の横顔を見つめた。真夏の白い道に照る光が、その瞳をキラキラと輝かせている。何の表情も読めない。この道をずっと行くとね、ゴルフ場があるんだ。あの日、僕はお得意の連中に連れられて、車でそこへ行った。なんでも、彼らにはひどく月のいいコースらしくってね。無言のまま、妻は夫の顔を見ていた。夫は微笑して振り返ると、すぐまた前方の道に目を戻した。でも、その日は雨でね。はじめは、小雨結構だなんて意気込んでたけど、だんだん本格の降りになって、とうとうゴルフはお流れになっちまった。で、同じこの道を、僕は連中の車で一緒に帰ることになった。次第に呼吸を詰めたような顔になって、だが、妻は夫の顔から目を離すことができなかった。すると、この先になるけど、小さいが洒落た白い洋風のホテルがあってね。その前に、僕たちのこの車が止まっていた。嘘？嘘だわ。妻は叫ぶような声で言った。神経質な手つきでハンカチをつかみ出すと、額や頬を押さえた。同じ型の、同じ色の車なんて、いくらだってあるわ。そうよ。あなたの見間違えだわ。僕は、はっきりとナンバーも確かめたんだぜ。この目で。と、夫は落ち着いた声で言った。ちょうど雨が上がりかけていてね。みんなが残念がっていたのを覚えている。道は下りだ。スリップを避けて車は徐行していた。そして僕は、その時この車に寄り添うように止まった紺のトヨペットクラウンから、モリアが降りてきて、ホテルに入っていくのを見た。突然、妻はヒステリックに笑い出した。呆れたわ。あなたって意外に想像力が豊かなのね。まるで、私とモリアさんとが、そこで合い引きをしてたみたい。すごい妄想かね。夫は取り合わず、前を見たままで言った。モリアとは、同じテニス部の仲間だった。僕より彼の方が、君とは昔からの知り合いだ。ねえ、あれが初めてだったのかい？何を言うのよ、失礼ね。怒るわよ。勝手に変な想像なんかしちゃって。初めてだって言うのか、と聞いてるんだ。不意をつかれ、いかにも感情を装っているのが明らかな妻の小姉とは逆に、夫の声は重く、強く響いた。妻は顔がこわばり、緊張に頬が震えるのが分かった。青ざめ、何も言わなかった。しらを切っても遅いさ。僕が凝り性なのは君も知ってるだろう。その僕が調べたんだ。ホテルでの変名も言ってもいい。やがて夫は言った。そうか。
やはり、もっと前からだったんだな。違うわ。あれが最初。妻は目をつぶった。信じて、あれ一回きり。夫は、苦笑でその言葉に答えた。余計、君が信じられなくなったよ。どうして？妻は目を開いた。あの日は、お得意たちの手前、僕には何もできなかった。東京に帰っても、彼らに付き合わないわけにもいかず、ビールを飲んで夜になってから家に帰った。すると、君は全くいつもと変わらない顔や態度でいるじゃないか。こいつ、僕をごまかせると思ってると思うと、僕は腹が立って。よし、とことんまで追い込んでやろう、と決心した。怖いわ、あなたの目、と妻は言った。実は、僕、あれからは一度もゴルフには行ってないんだ。何ですって？ゴルフだと言って家を出ては、僕は一足先に、いつもあのホテルに行った。その声は、もう憤りを隠さなかった。いつも君たちは来た。ほとんど同時に近かったが、必ず君が先に、彼が後に。ホテルを出るのは、しかしいつも逆の順序だ。何度か後をつけて、やっと僕はその意味を知ったよ。やめて。お願い。やめない。夫は怒鳴った。あいつの車は右ハンドル。君の、つまり僕たちの車は左ハンドルだ。必ず君は奴の車を追い抜く。いや、追い抜くふりをして並ぶ。そして二人は、車の窓から手を出して、握手したり、手を触れ合ったりしてイチャつくんだ。まるで、それが君たちの、こんにちはと、さようならの合図か挨拶かみたいに。いつも、仲良さそうに、幸せそうに、子供みたいに。君たちはそうやって、ホテルの往復でまで、不定とスピードのスリルを楽しむ。妻は夫の顔が真っ赤なのに気づいた。結婚して6年。こんな顔は見たことがなかった、と思った。胸が震えてきた。内側から追い抜くのは違反だからね。だから、君たちの到着と出発の順序もああなるんだ。でも、あんな道で、まったく、君も運転がうまくなったものさ。夫は乾いた声で笑う。妻は唇をわななかせて、肩で呼吸をしていた。額に汗の粒がにじみ出て流れる。あいつが好きなのか。妻は黙っていた。僕と別れたいか。何も言わなかった。答えろ。僕は真面目なんだ。確かに。私はあなたを騙してたわ。と、やっと妻は言った。今も騙そうとしました。でも、もうおしまいね。あの人と結婚するかどうかは別の話。
とにかく、もう私はあなたと一緒には暮らせないわ。どうして？あなたって人が信じられなくなったの。ふん、勝手なことを。夫は言った。君から信じられるってことは、つまり、甘く見くびられるって意味なのかね。そうかもしれないわね。そして、ため息をつくような口調で妻は言った。私、あなたって人をよく知らなかったんだわ。今まで。今まで？夫は笑い、振り返った。今だって、君はまだ僕を知っちゃいない。もうすぐ、もっとよく知ることになるぜ。もうすぐ？そうだ、もうすぐだ。夫は前方を見つめたままで言った。さっきも言っただろ。僕は、一旦自分のものにしたやつは、おいそれとは手放したくない。もし手放さざるを得ないときは、よっぽど有利な、気に入る保証でもない限り、面白くないんだって。夫は妻を眺め、その目を窓の外の風景に映した。それは、凍りつくような冷たい目つきだった。もうすぐ、いつも君たちが手を触れ合って遊ぶあたりになる。さあ、運転を君に代わってもらおう。どうして？いいから代わるんだ。夫はブレーキをかけ、一旦車を止めると、強引に妻を左側の席に押しやり、自分は助手席にと入れ替わった。さあ、走らせるんだ。ゆっくりとな。夫の声や態度は別人のように威圧的で、妻は言いなりになるほかなかった。車が滑り出すと、夫は身を斜めにし、体をシートの背に隠した。運転する妻の膝近くで、彼女を見上げながら言った。そろそろ、モリアの車がやってくる時刻だ。いつも後ろから続いてくる君の車の見えないのを不審がって、でも約束の時間もあることだし、今日は何かの都合で君が先に行ったのかと思いながらやってくるさ。そして、この車を見つけて、喜び勇んで追っかけてくるに決まっている。何を考えているの？妻の声は震えていた。奴は今日もきっと、こんにちはをしようとする。幸い人気ない参道だ。違反をしても相手は慣れ合いだし、わからない。そこで奴は、内側から追い抜こうとする。内側？つまりその道の左側を眺め、妻は悲鳴を押し殺した。ガードレールのない道の左側は、そぎ落としたような深い断崖が続いていた。そこは渓谷で、その下には確か岩を噛む激流が渦を巻いているのだ。まさか、まさかあなた。いいか、と下から夫の声が言った。君は追い抜かせるように車を右に寄せろ。そしてモリアの車が並んで奴が手を出してきたら、いきなりハンドルを左に切る。接触して奴の車を崖から落っことすんだ。君は運転が上手だから、うまくやれば、こっちは落ちずに済む。
いや、嫌です、そんなの。妻は金切り声で叫んだ。しかし、夫は平静な口調だった。嫌なら、その時になったら僕が下からハンドルを左に切るだけのことだ。この崖から落ちれば、まずモリアは死ぬ。誰も見ている奴はいない。奴が勝手に違反して、その結果の事故だと言や、こっちは罰金さえ払わずに済むんだ。そして、もし万一モリアが生き延びたら、そしたら、僕は君をモリアにやり、その代わり、莫大な慰謝料を取る。いずれにせよ、事故は奴の違反が理由だから、この車の受ける損害には相応の賠償金をいただく。どうだい？いい考えだろう。斜めの姿勢のまま、夫は不気味に笑った。妻はほとんど失神寸前の気分だった。その時、バックミラーに一台の紺色のトヨペットがぐんぐん速度を上げ近づいてくるのが映った。運転している男が右側の窓から手を振る。モリアだ。妻はハンドルを握りしめた。合図のクラクションを鳴らして、その車が近づく。夫が上目遣いに妻を見て笑った。来たようだな。さあ、言った通りにするんだ。しかし、妻は必死にその言葉を無視した。車をガードレールギリギリにまで寄せると、アクセルを踏み続けた。モリアの車が内側から追い抜けぬよう、並べぬよう、どこまでもその進路を塞ごうとしたのだった。おい、何をしているんだ？夫の怒声が飛ぶ。その手が伸び、しっかりとハンドルを掴んだ。右に切ろうとする。夢中で抵抗する妻の力と、不自由な姿勢の夫の力とは拮抗した。車は小刻みに尻を左右に振り、いよいよ速度を上げて突進した。事故はその直後に起こった。結局、いくら無理な姿勢とはいえ、男の力が女のそれに勝った。ハンドルは大きく右に切られ、そのまま力余り、勢い余って、シボレーは道の右側面の崖に激突した。ショックで大きな岩が一つ、ゆっくりとその上に転落した。遅れてきた紺のトヨペットが慌てて急停車し、モリアがその右前半部の潰れたシボレーに駆けつけたとき、夫はすでに完全な死体だった。顔は血とガラスの破片に埋まり、下半身は石の下敷きとなって、動かすこともできなかった。妻は気絶していた。奇跡的に、彼女はいくつかの打撲と擦過傷を受けただけで、大した怪我はなかった。彼女は約1時間後、運び込まれた付近の病院の一つだけのベッドの上で気づいた。そのうめき声に看護婦が声をかけた。じっとしてらっしゃい。じっとね。もう大丈夫ですから。あの人は、うちの人は、と妻は言った。
看護婦はうつむき、それから哀れむような目で彼女を見た。妻は一切を了解した。不意に目に熱いものが溢れてきた。涙だった。なぜか妻にはその涙はあの恐怖から解放された安心の涙。命が助かった喜びの涙ではなく、まして夫と別れ、多分モリアと一緒になれることの、その嬉しさの涙でもないのだという気がした。その時、彼女の意識には、あれほど真剣に、一途に愛してくれたあの夫しかなかった。きっと、この涙は、あの夫を永遠に亡くした悲しみの涙なのだ。お気の毒に、と看護婦が言った。あなたを運んできてくださった方もとても同情して、かわいそうにってばかりおっしゃってましたよ。そして、奥さんにこの手紙を渡してくれって。手紙を受け取りながら妻は聞いた。どこにいるの？その方。それが通りすがりのものだとだけで、名前もおっしゃらずにお帰りになってしまって、ふと胸にひらめくものがあった。妻は小さく折りたたまれた白い紙を目の前で開いた。うまくやったな。見覚えのある森への字が並んでいた。わかっている。君は、あいつを初めから気絶させて、あの席に乗っけといた。ごまかさなくてもいい。その証拠は、僕に、車には君一人しか見えなかったことだ。そうじゃなくて、あのゴルフ卿のあいつが、なぜ僕と約束したホテルに行く君の車になんか乗ってたんだ。だがいい。頭のいい君のことだ。この事故に見せかけた計画殺人にも、なんとか辻褄を合わせるだろう。しかし、僕は君が怖くなった。君の夫殺しを忘れてやる代わりに、僕を巻き込むのはやめてほしい。僕が違反をしそうになったせいだ、なんて言わないでほしい。実際、僕は何も知らなかったんだから。今僕は、奴に悪く、奴がかわいそうな気持ちでいっぱいだ。二度と、僕は君に会いたくない。さようなら。君の運の強いことを祈る。違う。違うってば。と無意識につぶやき、しかし妻には、もはや弁解する気力もなく、それを信じてもらえっこないのもわかっていた。全身の痛みと新しく湧く涙との中で、妻はふと夫の残したわずかな遺産の計算を始めている自分に気づいた。